インジケーターの試験ですね。ここにね、500ユニットと500の幅を取って、ストップとリミットを取っております。これも500、500ですね。これも500、500。で、これ起こってきてますね。今、投資金額は782,114円ですね。それでこれ下に落ちてくれれば勝ちですね。でこれも下に落ちてくれた勝ち、これも下に落ちてくれたら勝ちで、今782,114円の投資金でね、現物だとねで、投資しておりますけども、ちょっと鳴らしてね、1000ドルと通貨でやってます。何本も通してね。インジケーターが最高なんですね。この勝率のねインジケーターを元にね、上限と下限の片寄せボリンジャーバンド、ね、オリジナルのまあ、改良してるだけなんですけどね、ほとんど変わんないんですけども、片寄せはね、これは秘密です。で、それと RSI を使ってですね。で、今度ねスプレッドの誤差を計算しました。 139.4 ピップスってやってますけど、ちゃんとこの20は引かれてますからね。で、このピップスになりますから、FX の場合はバイナリーと違ってスプレッドが多く左右されます。一回起こったんですけどね。疑っちゃったんですけどね。起こってくれればいいんだけどね。こっちは収納出てないですね。で、こっちが11個出てて、10個以上で分析しているわけですね。というように、平時、全体のラインは4000ライン。で、片寄せボリンジャーバンドの設定値は213でやってます。213周期で。で、シフトは40、このシグナルが出てから44周期後に計算してます。シグナルが出てからね。で、この丸がシグナルの真ん中がシグナルなんですけども、この点が出てくるのは何ピンですね。これ何ピン。これ何ピンですね。外れてどん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 打ってこう生きちゃったってやつですね。何ピンになります。こういうシグナルの時は負けになるわけですね。だから1個打っても諦めるんでしょうね。どんどんこう出てきますからね、こうね。ずっと諦めるんでしょう。FX の方は、バイナリーの方はね、デモ試験、タイになっちゃったですね、今ね。儲けなしですね。
1600だから360円負けてますね、大抵ね。勝率大抵。稼げるときにどんどん投資しますけど、何遊んでるかじゃないんですね。細かく分析しながら投資してですね、チャンス伺ってですね。いい感じだけど、なかなか落ちてくんないね。そうですね、なかなか落ちてない。これもなかなか落ちてないね。この上にぶつかったとき、下の青にぶつかったとき、この線ですね。これが、いいとこなんですね。で、分析されてますから、いいとこに幅を決めてるんですね。ということですね。